の弟を連れてけよい、キツンベ。そいつの命は俺たちが守る。わかった、ルフィ君、気をしっかり持て。おい、あそこにいるの誰だ。ズハハハハ、久しいな。死に目に会えそうでよかったぜ、親父。黒ひげ海賊団、てめえだけは息子とは呼べねえな、ティーチ。俺の船のたった一つの鉄のルールを破り、お前は仲間を殺した。バカの命を取って俺がけじめをつける。ズハハハハ、望むところだ。やってみやがれ、ウィーハッ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 。次から次へと。じゃがルフィ君を巻き込むわけにはいかん。麦わらをこっちへ預けろ。お前さん、何者じゃ。麦わら屋とは、いずれは敵だが悪縁も縁。こんなところで死なれてもつまらない。そいつをここから逃がす。一旦俺に預けろ。俺は医者だ。まだルフィ君の意識が戻らん。担いでそっちへ連れて行く。すぐに手当てが必要じゃ。それでいい、任せておけ。こっちだ、早く麦わらを運んでこい。なんで俺が麦わらを運ぶ羽目になってんだ。すまん赤鼻の、周りの敵をどうにかして進むんじゃ。やったー、俺と戦うって覚悟はできてんだろうな。あんたの時代を終わらせに来たんだぜ。俺も行くぜ。道が開けた。今のうちに進もう。他の馬の骨だか知らねえが、あいつのとこまで逃がしゃいいんだよな。じゃああっちの道から。で、おい、キザルがいるじゃねえか。じゃがもう一つの道はかなり遠回り。どちらから進むべきか。行くぞ。
この力、末恐ろしい。今は潰しておくか。キス、あいつのところへは行かせねえよい。これで逃げられたらしょうがないね。こっちで合ってんのか。俺はまだ死んだとね。よっくりよっくり。あっ、あらっさがあらっさ。あっ、あらっさがあらっさ。あっ、あらっさがあらっさ。憧れてた。あんた、おい。あ
以来処刑されゆく部下一人救えねえほどにな。家臣ケイソス、前の弱点全滅する。受けてみよう。行くぞ。バターシュ、ここで敵を抑えしゃべる。麦わら防衛のことは頼んだわよ。やつこそ行けるエースの意志だ。エースに代わって俺が必ず守り行く。助けてくれ、キャプテンマギー。ワッタ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 。ワッ
ついてくぜ、キャプテンバギー。あんたやっぱり最高の男だ。ワッカ、どこからか俺を褒めたまえる声が聞こえるな。ワッカ、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 継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を立てとあいつらの炎が消えることはねえ。そしていつの日か全てを背負って世界に挑む者が現れる。興味はねえが、あの宝を見つけた時世界は繰り返るのさ。誰かが見つけ出す、その日は必ず来る。くっ、ワンピースは実在する。さらばだ、息子たち。死んでやがる、立ったまんま。白ひげ海賊団船長、大海賊エドワード・ニューゲート、通称白ひげ、マリンフォード頂上決戦にて死亡。さあ始めるぞ。見せてやるよ、最高のショー。黒ひげが出てきたぞ。おめえらに
俺の力ってもんを見せておこう。ブラックホール。これが俺の闇の実の力。そしてあの構え。親父の能力。全てを無に返す闇の引力、全てを破壊する地震の力、俺こそが最強だ。この世界の未来は決まった。そう、ここから先は俺の時代だ。痛快な能力だ。力が体の中から湧き上がってきやがる。最強の力を手に入れた俺を止めてみやがれ。下手な奴に目をつけられた。奴を倒さねば逃げられん。しても無駄だ。全員沈めてやる。わっと、やつの生み出した闇に触れてはいかん。避ければ命を削られる。来い、再来。リベレーション。五千枚が。わっと、俺らごとこのマリンフォードを沈めてやろうか。正しくもない海兵は海軍にはいらん。来たんだ、言いたいことを言わない。よくやった若い海兵。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くこの世界の運命を大きく変えた。なんで四皇が
赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。バギー、そいつをルフィに。麦わら、お前にあげたい宝の地図があるんだ。本当か。おい待ってろ、届ける。まだ暴れ足りねえ奴がいるのなら来い、俺たちが相手をしてやる。どうだティーチ。いや黒ひげ、ぜやめとこう、まだ時期が早い。全員この場は俺の顔を立ててもらおう。戦争は終わりだ。後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる史上空前の戦いは、シャンクス率いる赤髪海賊団の仲裁によってその幕を閉じた。瀕死の重傷を負ったルフィはハンコックにかくまわれ一命を取り留める。だがエースを救えなかったことで自責の念に苛まれ自暴自棄に陥っていた。何が海賊王だ、俺は弱い、何一つ守れねえ。見かねたジンベエは力ずくでルフィを諭す。ルフィ、失ったものばかり数えるな。ないものはない、確認せえ。お前にまだ残っているものは何じゃ。仲間がいるよ。大切な仲間の存在を再確認したルフィは集合場所であるシャボンディ諸島に向かおうとする。そこへ尿ヶ島に訪れたレイリーと遭遇。彼の言葉を受けルフィは自分たちの身に起きたことを改めて振り返る。私から提案がある。乗るかそるかはもちろん君が決めろ。しばし後レイリーの提案を承諾したルフィはシャボンディ諸島へ向かわず、ジンベエと共にとある行動を決行する。麦わらのルフィが生きていた？また海軍本部に乗り込んだんだって？一体何が目的でこんなことを。ああ、そうか、分かったぞ。了解。そうかルフィ、分かった、分かったぞルフィ。人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああそういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後、立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。世界各地に飛ばされていた仲間たちはルフィのメッセージを受け取り、おのおの力をつけた後再集結することを心に誓った。2年後にシャボンディ